NACA プレゼンツ西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。7月30日火曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。今朝はラジオ DJ になって、そうですね、多分まだ間もない頃、まだ大学生だったかもしれません。その頃プロデューサーさんに言ってもらった、で今でもね、それは本当に大切なアドバイスだったなって思うことをちょっと皆さんにシェアさせてほしいなと思います。その前にお知らせです。放送概要欄には書いてあるんですけれども、8月24日25日札幌へ行きます。24日は札幌で初めてのワンデースピーチセミナー、25日は講演会を行います。テーマは幸せは自分の中にある。詳しくは放送概要欄のリンクからどうぞご覧ください。そしてマスタークラス、8月1日から第5期のお申し込み受付がスタートいたします。今回は早期割引があります。どうぞお楽しみに。そして死と幸せについて、8月の後半15日と22日に2回の講座をやりたいなと思っています。私たちにはいろんな恐れがありますが、その恐れっていうのは、まあ、究極的にいくと全部死ということにつながってるんじゃないかなと思うんですね。だからその死というものと向き合うことによって、いろいろな恐れが終わっていく、そんな体験を私自身がしてきました。死と幸せをテーマとした講座、どうぞお楽しみに。さて、先日友人と会った時に、まあ明らかに今買ってきたんだろうなっていう紙袋を持ってたんですね。そこで私は、まあ、こう言いました。何買ったとって、まあ、これは福岡弁で何を買ったのっていう、そういうこう言い方なんですね。何買ったとって。そしたらその友人は、いや実はさ、こうこうこういうことがあってねって言い始めたんですね。あ私は何を買ったのって質問したんですけれども、何買ったとが何かあったとに聞こえたんだなって思ったんです。まあ別にね、何があったのかを話してくれたのは全然良かったので、まあ後でねちょっと笑いあっただけで良かったんですけれども、ただその時思ったんですよね。こういう本当に、まあ、聞き間違いですよ。何かあったとって言うと、何かあったとっていうこの違い。でもこういう本当に小さなすれ違いから、人間関係って大きな溝、歪みが生まれるよなって思ったんです。なんでそんなこと言うのって、なんでそんな言い方するのって結構こう傷つくこととか、あるいは腹が立つことってあると思うんですね。じゃあそういう時どうするかっていうと、それは言わずにこう、ああそうかななんて言いながらちょっと笑ってごまかしたりとか、あるいは表情に出さずにね、ああそうなんだっていう感じでこうやり過ごそうとする、そういうことって結構あるかなって思うんです。言ったらいいんですよね。どうしてそんな言い方するのって、今の言い方私傷ついたなとか、今のってどういう意図で言ってるとか、そう聞いてみたらいいんですよねって過去の自分にすごく思います。なんであの時それを言わなかったというよりは言えなかったんだろうって思う場面がいっぱいあるんですよね。その結果なんとなくこう気まずくなっちゃって、それで終わってしまった関係っていうのがいっぱいあるなって。でも当時はそんなことを言えない、言っちゃいけないって信じてました。
それを言うっていう選択肢さえも本当になかったんじゃないかっていうくらい、そういうことは言ってはいけないんだと思い込んでたんですよね。それは友達と周りの人はそのプライベートだけじゃなくて仕事の関係でもやっぱり、そういうトラブルはあって、でその時にラジオ局のプロデューサーさんが、相談に乗ってくださったんですね。それで西と確認した方がいいよって、そうやってあの人はこう思ってるんじゃないか、思ってるんじゃないかなんてね、言っててもどこにも行かない、真実がわからない、また周りの人がいろいろ言ってくれる場合もありますよね。あの人がこう言ってたよとか、あの人こう思ってるよあなたのこととか、そういう時僕は必ず本人に確認するようにしてるんだって。そうすると結構なんか真実は全然違うってことが多いんだよね。まあそう言ってもらったんですけど、その時の私はそんなこと言ったってって思ってました。だからいろんな人間関係がうまくいかなくなって、そしてもう二度と会えない人もいて、本当にどれだけ失敗したんだろうっていうぐらい失敗して、ようやく自分が思っていることを以前よりは言えるようになってきたなって思います。それでもね、やっぱり言う時にはよっしゃっていう、おっしゃ言うぞっていう感じが必要だったりします。でもおっしゃってね、だってやっぱり気まずくなるって分かってるような話をしたくないじゃないですか。でももう同じ失敗したくないって思って、よっしゃって思って話してみると、結果その人間関係ってやっぱりうまくいくんですよね。よっしゃって思って言ってうまくいかなかったことってほとんどないと思います。でも最初はね、そんなこともう本当にもう心臓バクバクで、それこそ喋りながら涙出てくるぐらい怖いからね、言えないんですよね。その自分の気持ちとか言ったことなかったから、もう言おうとしただけで涙が出てきちゃうんだけど、もうしゃあない、もう泣きながらでも言うでそれを少しずつ繰り返すうちに、泣かないでも言えるようになってきたり、まあ今でも泣くことはありますけどね、泣きながら自分の思いを伝えることもありますけれども、それでも以前よりは泣かずに言えることも増えてきたりね、言ってよかったなって思えることが増えていくと、また今回も言おうっていうその次の勇気につながっていくんですよね。コミュニケーションを学ぶ場をこう作ってるわけですけれども、そうするとやっぱり受講生さん同士で揉めるというかね、やっぱりうまくいかないことってあるんですよね。そうすると、いや何々さんに実はこういうこと言われて、私こうこうこうでとか、でそういう時にはやっぱり本人に言ってみたらどうだろうって、本人と話してみたらどうだろうっていう、そういう提案をしています。それでもしよかったら私もその場に参加させてもらって、3人で話してもいいよ、授業で話してくれてもいいよ、私がその2人の間に入るよって、また授業の中では自分が思っていることをこうぶつけたりぶちまけるんじゃなくって、伝えるっていう話し方をみんなで学んでいます。だからマスタークラスっていうのは、仲良し小良しクラブじゃなくって、お互いに本当に思っていることをちゃんと伝えようって、そのクラスの仲間同士のコミュニケーションが学びになってるんです。2ヶ月ぐらい前ですかね、今マスタークラス4期やってますけれども、それが始まってまだそんなに経ってない頃に、やっぱり受講生さん同士で、なんであの時あんな言い方したの、
いや僕には悪気がなかったんだよっていう、僕はこれがいいと思ったんだよっていう、まあ、そういうね二人のこう、会話を、対話って言った方がいいかな、対話を、まあ、私が仲介させていただくっていうことをやりました。でその時にね、受講感想としてやっぱりいただいたのが、こう見ててハラハラしたし怖かったって、どうなるんだろうって。誰だってね、人と人がこう揉めてるところってハッピーじゃないですよね。だけれども話し合っていくと、実はそのなんでそういうことするのって思ってた2人が同じことを大切にしてたんだねっていうことが分かったんですね。ああこれがやりたくってやってるのよね、私マスタークラスって思いました。かつての私もそうだったように、そんな思ってること、自分の気持ちなんて言ったら嫌われる、言ったら怒られる、揉める、空気が悪くなる、だからそんなこと言っちゃいけない、言うって言われても言い方が分かんないよって、怖いよっていう方って結構いるんじゃないかなと思うんです。でその 方にね、ただただ言った方がいいよって言われてもやっぱり言い方分かんないと思うから、その言い方をお伝えして、日々みんなで練習してるし、そしてどんなにある種意見の対立が起こっても、ここは大丈夫だよっていう、そういうこう場をみんなで作っていくっていうことがね、とっても大切だなって感じてます。そしてそうやってこう自分が思ってることをぶつける、ぶちまけるじゃなく表現できる人が一人でも増えていったら、コミュニケーションエラーから揉めたり、すれ違って離れていったり、ぶつかったり、そういうことが減ってくんじゃないかな。そしてコミュニケーション、話し方っていうのは基本的に真似をして覚えます。だからそれがねできる大人たちが増えたら、子どもたちは自然にそのコミュニケーションを学びます。だから皆さん一人一人にね、自分が思っていること、感じている自分の内なる真実を表現できる、そういうコミュニケーションをぜひ実践をしてほしいな、私自身も実践し続けたいなって思ってます。今日一日いろんな方にお会いして、お話しして、その中でうって思うことがあるかもしれない、えって思うことがあるかもしれない、その時にそれをぶつけるんじゃなくって、今ねってあなたがこう言って、あるいはこういう行動をして、それを見て私こんな気持ちなのって、自分の気持ち、相手を悪い、間違ってるとかっていう、こうすべきよってアドバイスするんじゃなくて、私はそれを見て悲しいな、私はそれを見て今不安な気持ちなの、私はそれを見て自分の中に今怒りが起こってるの、そんな風にまずは自分の気持ちを伝えること、よかったら今日やってみてください。この世界からコミュニケーションエラーが一つでもなくなっていきますように。人と人がねぶつかるのは当たり前です、だってみんな考え方違うんだから。でもそこで対話ができれば分かり合える、私はそう信じています。 NACA Presents 西戸明子のコミュニケーションアカデミー、今日も聞いてくださってありがとうございました。どうぞ気をつけてお出かけください。いってらっしゃい。西戸明子でした。